はい、どうもこちら、北野鈴木です。さて、今日もね、やっていきましょう。スーパーマリオ RPG、前回の続きからいきます。時間外使ってね、レベル4までレベル上げしています。で、今回は、ここ終わったんで、ここから、キノコ城、行きます。来るのかな？こちらっす。あれ？ピーチ姫を見かけないけれど、何かあったの？まさかまたクッパに。ピーチ姫いないとなるとまた、クッパに。そういう風に思われてるわけだ。あ、そうだ。こういう家とか入れないの？邪魔。ちょっとどいて。入れない。入れるわ。よしよし、ここ何？こちらっす。もぐもぐ。すべっかい。こちら。2階にいるうちの弟に会っていってね。OK。トントン。ああ、なんか作ってろとか。なくなく。じゃなくて。この上。2階。弟。いるじゃん。このやたらと元気のいいやつ。何？あれ？あれ？話しかけらんないよ。おい、話しかけたいんだけど、どうしたらいい？ちょっと。どうすればいいの？話しかけらんないけど。え？違う。あ、これでいいんだ。頑張れ。ほんでっか。まあいいや。頑張ってね。大変そうだけど。そんだけかい。なんか用があるのかと思った。ヒントになるのかと思ったら。で、他入れそうな家。ヘイ、マリオ、得意のジャンプ見せてよ。OK。これでいい？キャーかっこいい。間違えた。話しかけたい。かっこつけたわけに誰々しか話しかけられなかった。あれ、いや。話しかけられてないです。かっこつけたワニって何？はいはいはい。僕たち、今度結婚すると。おめでとうございます。いいなぁ。知らない。クッパ城と結婚したら。こっち入る。全部の家の入り口はこうなんか。何やってんの、この子たち。話しかけたい。あざす。けど、俺にはピーチ姫が。姫なのか。ピーチ姫は恋人なのか。子供は元気が一番じゃ。まだまだ向こうに家があるんだな。おお、見張りをしてます。これが何？で、ここは何？なんか、回転してるんだけど。道具屋。道具、カエル仙人の使いの子。それで買い物が何？とにかく、買えるもの。はい。何が欲しいんじゃって。キノコ。ん？買い物。あ、売る。なるほど。キノコ、HP30 回、ハニーシロップ、FP10 回、復活ドリンク、リフレッシュジュース。で、普通のつなぎ。今ね、コイン、96持ってるから。普通のパンツ。回転シューズ。毒防ぎバッジ。揃えとこう、とりあえず。普通のつなぎ。今買った？買ったんだ。普通のパンツ。回転シューズ。これぐらい買っていいか。で、装備しよう。あ、一個しかつけられないの？普通のつなぎでいいや。で、アクセサリー。どっちがいい？回転シューズでいいや。え、他のはつけられなかったのか。OK。はい。こっちはなんかある。あれ？地下室っぽいのがあるわ。私の前に。はい。おお。隠したからはこっちだ。OK。そんなのがあるのね。どこだ？
まあ、うろうろ探してたら出てくるっしょ。この辺り怪しいような気がする。ない。うん。ないな。ここは何や。宿屋。はい。いや、まだいいっす。うん。よっ。うんうん、こっちもなんかいるよ。うるさい。うるさいって言われてしまった。あ、こっちこっちこっち。こっちはなんかある。なんもなかった。もう飛びながらちょっと隠した宝箱探すよ。ねえじゃん。なんもないし。いいや、なんか行こう。マリオさん、どうぞ入りください。うん、はい。うん。どうして君は僕を置いてくの？いろいろあんの。こっちは？ピーチ姫の部屋。へぇ。なんかないかなぁ。ないなぁ。あ、違う違う違う。こうやって、あ、こっちは違う。うん。あ、こっちもなんかある、あるっぽい。あった。こっちは何？下はいける？大臣に許可がないとすいません。はい。で、こっちは？なんもない。さてと。置いてくなってば。うん。来ましたよ。マリオさん来ましたよ。これはこれはマリオ殿、お久しぶりでございます。クッパ城の方からすんげえ音がしましたが、今度はクッパめ、何を企んでいるのでしょうな。いや、ピーチ姫が一緒では、確かマリオ殿の家に行くと言って出かけたのですが。マジか。え？家に来ないで花でなんかする。あれ？もしかして。大臣、嫌な予感がしますけど。まさかまさか。その通りです。クッパ。おう。これでよく説明する。例によって例のこと。またまた姫がクッパにされる。はい、またまたですよ。しょっちゅうさらわれてる。うん。例によって例のこと。またまたマリオ殿に頼るしかありません。どうか、クッパ城から姫を。うん。よく説明できるな、これで。すごいな。何？さらになんと、クッパ城がそんなことに助けに行きなくても入れないなんて。うん。マリオ殿、今度の冒険はそう簡単にはいきませんぞ。どうか気をつけて。あ、終わり？話ついて終わり？マリオ殿、はい、呼ばないで。転ぶから。大臣、すっかり忘れておりました。これからの旅に役立つかどうかわかりませんが、これを持って行ってください。何？地図をもらった。アザス。マリオ殿、また呼ぶかい。申し訳ない。大臣、姫のことで頭がいっぱいで。旅の用意をするなら、倉庫でどうぞ。倉庫番号をお手伝いしてくれるでしょう。OK。あ、もう呼び止められない。最高。倉庫、倉庫、倉庫。こっち。うん。もういいの、行って。あれ？うん。はい。空箱を叩いてください。俺なんか動けない。何これ？これはキノコです。知ってますよ。見ればわかるです。
へえ。よくわかんないが、まあ行こう。ここはフラワーです。おお。はい。ここはお金。おい、あざす。10個もらったよ。これで終わり？ FP 教えて。変。やっぱあれだよな。FP 足りなくてさ、全然できないんだけど。なるほどね。ちょっと待って、FP、もう一回もう一回。どれで増やすことができるの？宝箱やアイテムのフラワーは最大 FP の数字を消します。なるほど。OK。今いくつ FP？ あれどこで買うの？ああ、13。はい、14。はい、OK。アイテムなんか増やせるやつないか。キノコ。あ、じゃあ使っちゃおう。はい、17になったっす。あ、そうだ、さっき手に入れた地図、ちょっと確認しよう。キノコ城、ここだよな。それで、結構マップ広いのね。いや、広いかな。次どこ行けばいいの？わかんねえよ。あれ、もうこれで、あと上行くだけ？あれ？あとどこ行けばいいんだ？あとはどうやってどこ行けばいいの？もう行けって。ヒントが何もないよ。待って、待て。あ、あれか。これは誰？何あれ？待てーって。何やってんのさっき、君は。何やってんの？もうダメ。おじいちゃんに学んだ恋が盗まれちまった。あ、どうしよう。ダメだ。泣いちゃダメだ。男は辛いとクス泣いちゃダメなんだ。でもダメだ。泣いて、泣くと雨降る。どうしたのこいつ。どうしたの？ん？どうしたの？あ、はい。あ、濡れちゃいますね。ワニが近づいてきて。ああ、コインを盗まれてる。なるほどね。はい。カエルのマロと言います。へえ、カエルなんだけど。わかりました。わかったよ。仲間な、マロが仲間になりました。仲間。あ、本当だ、仲間になってるわ。で、レベル4。ちょっとマロもなんか装備しよう。武器は、で、防具。まあ、普通のパンツ。で、アクセサリー。まあ、こんなんでいいや。武器なんかな。あ、そうか、ここで武器を変えるんだ。ちょっと行ってくるわ。マロにもなんか武器を持たせたい。お？あ、ここマロの家か。おじさんの家か。何？マリオ行くなら来たら。はい、わかったよ。で、買い物しに来たの、買い物に。サービス、何これ？復活ドリンクもらった。マロが持てりそうな武器。あ？武器売ってないのね、ここ。で、どこ行けばいいんだよ、一体。どこ行けばいいの？ん？何？あ、ここ通ってきました。うまいうまい。マリオうまいわ。知らんがな。
クロコ。あ、行っちゃった。あいつを捕まえに行かなきゃなんねえってことか。わかったよ。マリオさん、早く追いかけましょう。OK。はい。つうわけで、まぁ、今回はね、こんなところで、一旦終わりにして、次回は、クロコ追っかけて、行ってきますよ。まぁ、つうわけで、今回はこの辺で、よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。じゃあまたね、ウェイスー。Bye.